まったく兄貴も甘いぜ。神戸線全線3日間足切りだってよ。いがむな、お前だって歯応えがある方がいいだろう。それはそうだけどよ。ん？第一線に入ってくるぞ。早いやつが来るんじゃねえの。当たりだ圭介、並走してる。俺たちに見せつける気かよ。まったく。左側の車は燃焼灯の位置が違いますね。800型か9 1000型か。エンペラーは2100型ワンメイクだ。じゃあ、あれは。まさか。2100の戦闘力ならここまで先行を許すことはありえない。今日一面最初から俺の目の前で抜きだったか。なんで2000系がバトルやってんだ。標識が階層になってたぞ。いいのかよ兄貴こんなバトル。さあな、ここは天下の人だ。誰と誰が走ろうと俺たちがとやかく言う筋はない。違います。聞きたいことがあるなら直接本人に聞けばいい。俺は先に休む。明日始発始業。全部わかってるって顔してるぜ兄貴。ついてきてるじゃねえか。中高速域からの再加速性能を考えれば俺より速いスピードで曲がっている。このまま全部使わずに終わるかと思った。そうかないと張り合いがない。岡本通過で全開だ。一瞬で終わるぜ。またペースを上げやがった。どうする、少しペースを上げるか。俺らしくない。答えは初めから決まってるはずだ。ペースを変えたりはしない。ここでカッとなってチャージするのは愚の骨頂だぜ。おそらくセイジはそういう巻き方をしたはずだ。普通のことを普通にこなして勝つのみ。初めて繰り出すフェイントモーションからのこのアグレッシブなドリフトは俺が勝負を決めに行くという意思表示だぜ。お世辞にも長いストレートとは言えないが、ポンコツを振り切るには十分だ。終わりだ、アバヨン2000。自動車レースの世界ならエンジンブローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルをしたつもりはない。現実ってもんがよく分かっただろう。俺と競り合える車に乗り換えるまで勝負は預けておいてやるぜ。たくみ。親父。吸煙機の連結作業手伝え。救援列車にしては随分短いな。ちょっと待て。
親父のやつ救援機って言ったよな。いや、まさか。なんだよこれ、やりすぎだぜ。何やってんだお前。いいぜ、親父。よし、行くぜ。さりげなく圧縮引き出しやったりして。なんで引き出せるんだなあ、親父。2000か。ただの故障じゃああはならねえ。おそらく高圧系でトラブルが連鎖して起こったんだろうな。パンタ下げたのはいい判断だ。いや、それはそうなんだけど、それ以上に気になることだ。この鎌は何なんだよ。デクさん生誕80周年記念回収で。なんだよその間は。せっかく会いに。つーかこっち見て話せ。許容120トーン。だいたい銚子電鉄は今日だ。なんでレール幅の違う神戸線を走れるんだよ。帰還。親の言うことを聞かんとは何だ。分かってるぜ、たくみ。これでもてめえの親だからな。すぐとはやっぱりファイン入りだよな。違う。藤原はいるか。高橋兄弟の弟。高橋涼介の弟。何のような弟。いちいちうっせえぞお前ら。それより藤原は。匠は明けで帰ったけど。だったら伝えてくれ。昨日の勝負は無効だ。俺は認めない。世間がどう思うが、俺は藤原が負けたとは思っちゃいない。それから仇は必ず取ってやる。クソ生意気なエンペラーの鼻っ柱、俺と兄貴でへし折ってやるってな。ああ、分かった。必ず伝えるぜ、お兄ちゃんの弟。いいやの弟。僕のお兄ちゃんは世界一。じゃあ、かっしゃい。やったら一枚。